私奥間の方からは犯罪被害者支援の関係の方と指名手配被疑者の検挙にご協力お願いしますということでやってまいりました。じゃあ早速ですが、はい、私の方からよろしくお願いします。はい、いきます。今日主に話すのは大きく分けて2つですね。1点目は、実は先週も話したんですが、まあ、この時期、年末のこの時期、12月、飲酒の機会がとても増えるということで、あえて同じ内容を、話させてもらいます。はい、飲酒運転関係の、沖縄県内の実情ですね、それを少し話させてもらって、もう一つは、実際に、大丈夫です、ちょっと自分でも気づきました。実際に県内で飲酒運転をして警察の方に検挙された方が書いた反省文がありますので、それを読ませてもらおうかと思います。はい、お願いします。はい、それでは早速いきます。実は飲酒運転、まあ、根絶に向けて沖縄県警全体で取り組んでいるところなんですが、全然飲酒運転が減ってないというのが、まあ、実情でして、まあ、皆さん沖縄県が飲酒運転が多いというのはご存知だと思うんですが、じゃあ実際にどのぐらいの件数あるかという話をしようと思います。去年は1年間で、1268人検挙されている、はい、まあ、これはもちろん全国最多の数値になっているんですが、今年はじゃあどうかというと、今年はまあ申し訳ないです、上半期だけの数値しかないんですが、1月から6月までで1105件、これはもちろん全国ワースト1ですね。これがどういう数字かというと、だいたい平均して1日に6件警察の方に飲酒運転をして検挙されているという計算になります。でこの数値を、まあ、知ってもらえればどれだけ飲酒運転が多いかということが分かってもらえるかと思うんですが、はい、ですね、早速2点目、じゃあ実際に県内で飲酒運転をして検挙された男性、これ男性当時40歳なんですが、この男性が書いた反省文がありますので、これを読んで、まあ、ちょっと何かを感じてもらいたいなと思います。では早速読みます。はい、お願いします。はい、私は数年前の年末、飲食店で飲酒したにもかかわらず、安易で無責任な考えで車を運転してしまい、酒気帯び運転で検挙されました。翌日、前夜のことがどうか夢の出来事であったならと何度も思いました。妻や子供たち、職場の上司や同僚、誰一人にも言えない日々が続きました。解雇されることに怯え、愛想をつかされて、妻や子供が離れていかないかと怯え、毎日が恐怖の日々でした。しかし、とうとう打ち明ける日がやってきました。どちらも最悪の結果を覚悟しましたが、それだけは避けることができました。もちろん、いずれにも大きな迷惑をかけてしまったことは間違いありません。その後は、片道7キロもある職場まで、雨の日も風の日も、台風接近の嵐の日も、自転車でずっと通いました。4歳と6歳の2人の子供は、私の置かれた状況を把握していませんでしたが、まだまだ公園や遊園地などに連れて行ってほしい年頃です。ある日の休日、妻は休日出勤で家にいません。長男が私にこう言いました。お父さん、どこかドライブに連れて行ってよ。どうして連れて行ってくれないの？お父さんのケチ。テレビを見ながら平静を装い、せがむ息子の言葉に返す言葉がありませんでした。やがて保育園児や幼稚園児だった子どもたちもランドセルを背負うようになりました。親として彼らの健やかな成長を嬉しく思わないはずはありません。しかし、あまりにもしてあげられることが制限されるため、いつも心が痛いのです。彼らの無邪気な笑顔がある意味とても辛いのです。ある土砂降りの雨の日でした。傘を2本持って学童保育所へ徒歩で息子を迎えに行った時のことです。保育士の先生に言われた言葉が胸に突き刺さりました。お父さん、この雨の中を歩いて帰るんですか？
もちろん事情を知らぬ先生には悪意はありません。バケツをひっくり返したような雨の中、息子と二人でずぶ濡れになって歩く。信号待ちの車の中からは不思議そうに見つめる視線、ひどく惨めでした。心の中で何度も息子にすまないと思いました。子供たちはさらに大きくなり、いずれ思春期が来て私と一緒の時間も減るでしょう。二度と帰ってこない大切な時期にこのようなことになってしまい残念でなりません。私の家庭や職場や友人関係は比較的平穏なものだったと思います。私はそれを一瞬で奪うような危険な行為をしたのです。もう二度と同じ過ちを繰り返すまいと思います。これが、まあ、検挙された男性ですねが書いた手記になります。どうですか、どうですか、ね、あ、そうですか。ありがとうございます。力強さで出てますね。一応ちょっと強く喋ろうかなと思います。伝わりますね。はい、はい、では、あ、ごめんなさい。うん、いいです、いいです。大丈夫です、大丈夫ですよ。はい、ゆうか、大丈夫です。はい、続けてお願いします。はい、はい、お願いします。与那嶺の方から犯罪被害、犯罪を犯したものの指揮について読んでちょっと考えてみましたの で、はい、で次は被害者についてちょっと被害者の方から視点から、私説明したいと思います。はい、平成17年12月に、閣議決定された犯罪被害者等基本計画において毎年犯罪被害者等基本法の成立日である11月25日から12月1日までの1週間を犯罪被害者週間と定められております。沖縄県警察ではこの期間中、沖縄県や公益社団法人沖縄被害者支援ユイセンターと連携して、犯罪被害者等が置かれた状況について県民が正しく理解し、県民の協力のもとに関係施策がスムーズに行われていくよう、県民が犯罪や犯罪遺族による、失礼しました。県民が犯罪等による被害について考える機会として広報啓発活動に集中して取り組んでいます。犯罪被害者やそのご遺族は命を奪われる、物を盗まれるなどの直接的な被害だけでなく、事件に遭ったことによる精神的ショックや身体の不調、医療費の負担や失職、転職等による経済的困難、捜査や裁判の過程における精神的・時間的負担、周囲の人々の無責任な噂話やマスコミの取材、報道によるストレス、不快感など被害後に生じるさまざまな問題に苦しめられています。犯罪被害者の負担を少しでも取り除くため、警察では犯罪被害者等のためにカウンセリングの実施、病院への付き添い、犯罪被害給付制度などの各種活動を行っております。で、また警察ではです、警察では公益社団法人沖縄被害者支援ユイセンターと連携して、より犯罪者に、あ、間違えた、より被害者に寄り添った支援を行っております。今動画の方を 見られている方、ポスターもちょっと提示しているんですけど、犯罪被害者支援ユイセンターの方では犯罪や交通事故被害に関する相談、犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士の紹介、生活全般に関する相談などの支援を行い、被害に遭われた方やそのご家族が少しずつ元の生活へ近づけるよう、関係機関と連携しながら支援を行っております。沖縄被害者支援センターの電話番号は098-866-7830。となっております。はい、こちらですね。はい、ありがとうございます。はい。で、またですね、続きまして、実はですね、この被害者支援週間に合わせまして、犯罪被害者支援を考える県民の集いというものが開催されます。開催日時は11月26日日曜日午後2時から。開催場所は嘉手納町立嘉手納文化センターとなっております。県民の集いでは犯罪被害者ご遺族山内久子氏による基調講演、最愛の娘の生命を奪われて、
被害者遺族の心情もございます。入場無料ですので皆様お誘い合わせの上ご来場願います。またイベントの内容は沖縄県のホームページ沖縄被害者支援有事センターのホームページにも掲載されておりますのでご確認ください。はい、ありがとうございます。はい、ちょっとあれなんですよね、ゆなみねさんが一生懸命やってるんですけどなかなかマイクがかぶって見えないです。ちょっとじゃあ僕の方がいい。あ、これですか。こちらの方、今お話ししたのがこちらの方ですね。あ、はい、そうです、はい、犯罪被害者支援を考える県民の集いとなっております。11月26日カデラ文化センター、はい、入場無料となっております。はい、よろしくお願いします。で他のも、はい、大丈夫ですか。ポスター、これが今、はい、被害者支援有事センターの方ですね、警察との連携して被害者支援の方いろいろとやっているところですので、お一人で悩まずにぜひご相談くださいっていうことで、まあ、ご家族や知人の方で犯罪に遭われて悩んでいる方がいれば一言教えていただければなと思います。全然頭の中入ってこなかったですね。そのポスターが気になる。ツッコミとかがちょっと突っ込めなかったですね。そうです。やっぱそこもね、やっぱ大事だなと思いました。ありがとうございます。はい、慣れですからね。そうですね。はい。ゆなみねさん、よろしくお願いします。はい、お願いします。実はですね、またもう一つ皆様の方に今度はご依頼という形なんですけれども、はい、あ、その前にですねもう一点被害者支援の関係で、はい、ちょっともう一点ありました。すいません、はい、また被害者支援の関係に戻るんですけれども、はい、警察では性犯罪の被害に遭われた方が相談しやすい環境を整備するため全国共通の短縮ダイヤル番号#8103を導入しております。この番号にダイヤルしていただきますと発信場所を管轄する都道府県警察の性犯罪被害相談電話につながります。まあ、県内でかけていただきますと沖縄県、まあ、例えば鹿児島とかに行った場合は、まあ、鹿児島県警の方につながるという形になります。まあ、#8103#HEART3と覚えてください。ハートさん、ハートさんですね。性犯罪の被害に遭われた方どうしてもちょっと電話しにくい部分がありますので、うん、それで特別な電話番号の方を設置してますので、はいはい、もし被害に遭われた方は一人で悩まずに相談していただければと思います。女性の方が悩む方は、そうですね、性犯罪、まあ、今は男性もいることはいるんですけれども、いらっしゃることはいらっしゃるんですけれども、どうしてもやっぱ女性の方が多いかなって、やっぱそう性犯罪の性質と多い犯罪ではありますので、相談する方は女性と選べるんですか。女性の人がやっぱいいとか。そうですね、女性の、警察の方では、まあ、この電話に限らず、まあ、性犯罪が、あった場合ですね、この被害者の方に、聴取する警察官の性別をどちらがいいかっていうのを必ず聞きますので、うん、はい、男性がいいか女性がいいかっていうことで、安心ですね。はい、そうですね。それでなるべく、あまり多くの警察官じゃなくて、まあ、1対1で話しやすい環境作りっていうのを心がけておりますので、なるべく被害者の負担にならないように聞いていきたいと思いますので、はい、心配なさらずにぜひ相談してください。こちらもいろんな県外の方も聞いてる方いるので、はい、ね、シャープハートさんに連絡して、そうですね、はい、一人悩むんであれば辛いですか、ね、そうですね、辛いですね。 全国共通ですので、まずは電話してみてからってことでよろしくお願いします。お願いします。で次がですね、先ほど言いました警察署の方、警察署の方から の皆さんへのご協力のお願いということですね。実は11月は指名手配、全国指名手配被疑者捜査強化月間となっております。で沖縄県警の方ではですね、平成29年8月末現在、全国の警察から指名手配されている
ものは、凶悪事件などで特に警察庁が指定している重要指名手配被疑者をはじめとして約660人に上っています。これらの被疑者は殺人・強盗等の凶悪事件のほか、暴行・傷害・窃盗・詐欺・横領等の事件に関して指名手配されており、再び犯行を行う恐れがあります。警察では特に重大な犯罪の被疑者を選定した上で、11月中に全国警察の総力を挙げて追跡捜査を行うこととし、これら被疑者の早期検挙に取り組んでいるところです。この指名手配被疑者の発見に向けた捜査活動には、県民の皆さんのご協力がぜひとも必要です。警察署は交番、公営掲示板などに掲示されているポスターを、やインターネットで公開されている指名手配被疑者によく似た人を見かけたといった情報など、どんなわずかなことでも結構ですので、警察に通報していただくようお願いします。あれおかしいと思ったら110番でお願いします。はい、はい、結構なんていうんですか、一般の方がの情報で捕まるっていう。そうです、大事ですね。はい、大きいですね。まあ似てるけどもしかしたら違うかもしれないからとかじゃなくてですね、似てるのでちょっとまあとりあえず通報してみようという感じでよろしくお願いします。うん、実はですね、指名手配、重要指名、警察庁指定の重要指名手配被疑者の中にはですね、沖縄警察署で指名手配されている又吉武雄、まあ、通称又吉カマーというんですけれども、もう入ってますので、これはですね、警察官2人を殺害していますので、現在68歳になっているかと思うんですけれども、まあ、172センチくらいで、まあ、ちょっと写真の方とは随分、まあ、今もし生きているのであれば、ちょっとまあ、だいぶ要望は変わっているかと思うんですけれども、まあ、生きてる死んでる何でもいいですので、そういった情報があれば、うん、警察署の方に110番していただきたいと思います。平成6年の写真ですから、だいぶ、ね、そうですね、だいぶ変わってると思います。もし今生きてるのであれば68歳ですね。そうですね、まあ、ね、ちょっとした情報でもいいですので、ね、はい、よろしくお願いします。はい、私たちからは以上です。終わりですか？もう終わりですね。もう終わりですよね。はい、はい、早いですか？早いですか？ちょっとあれじゃないですか、早く終わろうっていう、早口になってなかったんですか？大丈夫です大丈夫です。はい、ではですね、一曲、曲目見ていこうと思いますが、こちら月の会社、会社って知ってますか？だからよく聞くんですけど、方言ですよね。そうですね、会社。何でしたっけ？有限会社とかじゃないですよ。うん、それはわかります。月の会社。会社。はい。なんだ。照り返しみたいな。全然違う。何？方言も勉強してる。あ、すいません。こちらに違えば多い。そうですよ、そうです。この犯罪者見たんですけどって言って、これが全部うちなんちでしたらもう、あ、うん、なんでしょう。ありますね。はい、そうですね。まあ、ある程度。会社？そう、会社って何ですか？美しい。あ、美しい？うん。これは八重山の言葉です。ああ。うちなんたちゅら。はい。ああ。なるほど。そう、八重山では会社。会社。月の美しさ。方言喋ってるのはなんとなくわかるんです。まあ本当ないであれば、ただ自分が喋れる感じだとちょっとね、うん、難しいかなと思って。民謡始めてます。わかりました。教えてください。じゃあ来週から。特訓。なのでまあ年齢さんのですね、本日の CD 持ってきますね。年齢さんの曲から月の会社、お聴きくださいどうぞ。はい、これでじゃないですね。
好きな会社はこちらの市です。まあいいや、あのそのアメリカ通り、聞いてみてください。どうぞアメリカ通り。あ、いやいや、もう方言全然違うんですね。全然違うんですよ。宮古も全然違います。そうですね、宮古も全然違う。3つの島違い、ユナグも違う。そうなんだ。全然違うんですか。分かんない。自分たちの島を守るために。あ、そうなんだ。通じない。はぁ、あ、八重山は、あ、久米島は本島っぽい感じ。久米島も久米島で全然違います、うん、あの、あまり変わらない沖縄の人って。なぜかって言ったら、あの中国との貿易してたから首里町とこの中国の中間してたんで、だから言葉は一緒なんです、はあ、あ、そうなんだ。違うとちょっとやりづらい。そうそうそう。この前、久米島行きましたよ、私。あ、ダイビングしに行ったんです。あ、そうなんですか。うんうん。うちの、あの、夢もあれです。あの、ダイビングに行ったんです。そうなんですか。いろんな世界に行ってもらって。すごい。でもね、亀がいっぱい出てくるところで、なんか台風の影響がめちゃくちゃ波が強くて亀がいないですって言われて、一匹、いつもはうじゃうじゃいるって言われたけど、一匹もいなかった。どうなんですか、なんかカメさんランドが、カメランドみたいのがあって、あ、違う、この、あ、博物館もあるけど、このなんていうの、海のポイントスポットですね、そこにはいつもいるみたいな、どういったらいるんだよとかって言われて、そんなとこあるんですね、うん、よかった、ごめん、もう一回行ってダイビングしたいなと思ったけど、大丈夫ですか、その帰らなくて、な、時間あるのであれば、はい、そう、そうです、いろいろ読んでもらおうか、もう、え、こっちはもう準備してないんですよ。何を読まそうとしてるんですか。ビール、いや、ここまさ、あ、これ私。ありがとうございます。何を、え、私何を思うんですか、このあらすじ。いや、あの表にある、本当のいついつ何ありますよ。あ、告知。うん、これどうすればいいんですか、もう普通に。そうですね、全部読んで。民謡マジョン、これ知らない、あ、これじゃない、これ知らない、オリジナルの歌だから。さっきあれで先週ちょっとだけお話しした、あの、いや、宇多野さんも来たことありますよっていう話題に出たから、あ、そういえば。何でもいいですよ、ポップスでもいいですし、民謡でもいいですし、はい、アメリカ通りお届けいたしました。ではですね、お二方にまたちょっと僕の仕事を手伝ってもらおうと思いまして、何かと言いますと、あの番組の告知などをですね、読んでもらおうと思いましてですね、では稲峰さんからいきましょうかね。はい、じゃあ告知がありますので読ませてもらいます、うん、
ここで「オリオンビール」より素敵なリスナープレゼントがございます。新しくなったオリオンクリアフリー、クリアな味わいを追求し、麦汁を使用せずに製造することで爽快感のあるテイストを実現。また原材料配合を最適化し、さらにビールテイスト飲料として品質を高め、ビールのような後味をプラス。親しみあるクリアフリーの青空の世界観はそのままに、艦隊？ごめんなさい、艦のあのこの艦隊って、いや聞いたことないごめんなさい、ね、申し訳ないですね、あの ラベルって言うんです、何て言うんですか、缶のことですよね。缶をこのメタリック仕様に変更し、上質感アップ、アルコールフリーのビールテイスト清涼飲料、アクティブな毎日にぴったり。アルコールゼロはもちろん、糖質、カロリー、プリン体ゼロとなっております。このオリオンクリアフリー1ケースを10名様へリスナープレゼントいたします。すごい、10名も、すごいでしょ、自分も欲しい、すごい、はい、でノンアルコール飲料ですが、応募は20歳以上の方に限ります。大丈夫ですか？大丈夫です。ありがとうございます、はい、また FM にらいスタジオの茶谷町加えのですね、はい、または本社、嘉手納町まで取りに来られる方で、メールかファックスにてご応募ください、はい、後日スタッフよりご連絡いたします。メールアドレスは fm792@fm-nirai.jp となっております。でファックス番号は 098-926-3208、オリオンクリアフリーリスナープレゼント係、お名前と連絡先を明記の上ご応募ください。番組へのメッセージなども添えていただけると嬉しいです。以上、オリオンビールよりリスナープレゼントのお知らせでした。はい、僕の番組名は何ですか？コーチ和明さんでしたっけ、の民謡なんうろ覚えです民謡コーチ和明と民謡考えよう。あ、民、そうでした、はい、そうです、失礼しました、急に、ね、緊張してるようなんですね、はい、なので、僕のね、このラジオ聞きましたのでね、そのラジオが出たので嬉しいですね、はい、よろしくお願いします、いたします、はい、では徳間さんが言う前に、僕ちょっと一曲歌おうと思うんですけども、なんか徳間さんリクエストありますか？わらび紙でお願いします。あ、じゃあ、じゃあなんか変な歌ってたやつの名前になってなんか発音が発音がちょっと勢いつきすぎてなんかあ、わらび紙わらび紙でお願いしますじゃあわらび紙いただきます、ライブ配信もいたしますのでね、はい、これ写していいですか、お二方、はい、はい、今日は沖縄県警のお二方来てます、はい、ということですね、おくまさんからのリクエストから、わらび紙いただきます。
ちだの光を聞き、よいれよやへいよへいよ、まささきたぼり。那智の七九里は白鹿寺よ奥地、冬の七九里は不知くるにだちょうき、いらよいいらよいいらよ、悲しおみなしはなくなよやへいよへいよ、父の光を聞き、ゆいりよやへいよへいよ、うふちゅうなきたおり。かっこいいですね。動画では聞いてるんですけど、ね、すごい本当生、あ、本当です、本当です、生、生がいいじゃないですか、いいですね、うん、生がいいですね。ちょっとやりたくなりました。あ、ちょっと、はいはい、ぜひ教えてください。いつの、あの、連絡してきてください、はい、じゃあ、あの、奥野さんにもね、もう一つ、あの、僕のお手伝いしてもらおうかと思います。はい、私の方からは北谷町子ども劇団未来第12回定期公演トンネルを抜けると2017、日時11月11日土曜日午後2時と午後6時公演、11月12日日曜日午後2時公演となっております。会場はそれぞれ開演の30分前、場所は北谷未来センター加内ホールとなっております。町民先行販売の方は10月とかから、ですがもう販売されております。チケットの代金はですね、一般500円、子ども300円、子どもさんは小中学生となっております。全席自由です。で、未就学児童は無料となっております。ただし0歳から4歳までのお子様の同伴入場はご遠慮願います。公園に関するお問い合わせなどに公園に関するお問い合わせは北谷未来センター平日9時から17時までの間にお願いします。
電話番号は098-936-3492 098-936-3492。電話予約も打ち付けておりますのでよろしくお願いします。主催は北谷町自主文化事業実行委員となっております。講演は北谷町観光協会、北谷町文化協会、北谷町 PTA 連合、沖縄タイムス社、琉球新報社、 FM 二来となっております。皆様お誘い合わせの上ぜひご覧ください。素晴らしいですね。神々でした。僕がですね、こちらチケットをですね、リスナープレゼントで、してます。僕は自腹切ってチケット買って、ああそうなんですか。なので、すごい、2枚1組、はい、なのでね、連絡メールなどねくれたらですね、出しますので、もう時間もねあまりないので、ね、早めにメールしていただければと思います。すごい太っ腹ですね。いや、もうやっぱリスナーの陰でですね、僕は成り立ってますので、ね、このぐらいはさせていただきたいと思います、はい、ぜひ皆さん応募してください。どんどん、はい、でちょうど今動画配信したところでですね、いろんなコメント来て、聞いていて涙が自然と溢れました。ありがとうございます。嬉しいですね、うん、なのでね、ファンの皆さんのおかげで僕は成り立ってますのでね、はい、また内地も、後で告知しますけども、ではですね、もうないですか。はい、はい、じゃあさよなら。早い。本当にいつでも来てください。告知などありました、ね、はい、もう本当に沖縄がより良い沖縄になればと、願ってますので、ですね、その力を貸してくれるのもやっぱ沖縄県警の力もないとやっぱできないことだと思いますのでね、いつでも遊びにじゃない、告知に、はい、ありがとうございますのでね、はい、はい、今日は、沖縄県警から湯南峰さんと奥間さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。では、またねねさんから、小金の花、お聞きください。どうぞ。緊張したね。ありがとうございました。アドリブというか撮りましょう、みんなで。はい、はい、チーズ。どんだけ満面ね。じゃあもう一回、もう一枚普通に撮ります。あ、それでいいです。はい、チーズ。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。これ、SNS に載せてもらったらいいですか。はい、大丈夫です。すいません、これ貼ってもらいたいんですけど、どこか空いてるところに。わかりました。
い、お願いします。はい、はい、ねえねえさんから黄金の花お届けいたしました。はい、僕一人ぼっちになっちゃったなっちゃいましたけどもね、まだ1時間あとはまだ残り時間ありますのでね、盛り上げていこうと思いますが、ではですね、もう少し告知もございますので、読んでいこうと思います。こちら11月12日日曜日ですね、南城市文化センターシュガーホール野外ステージにてジャズイン南城がございます。時間がですね1時半会場で2時開演となっています。特別前売り券が2500円、シュガーホールで前日までに購入した場合ですね、あとは、一般が3000円、一般前売りですね3000円となっています。そして一般当日が3500円、500円増しになります。高校生が、前売り1000円、中学生が、前売り300円、小学生が200円となっておりますね。どちらも当日となると500円割増しになりますのでね、結構でかいですからね。500円はですね、200円がですね、小学生200円700円になっちゃうなので、早めに、買っていただければと思います。11月12日となっておりますね。もうすぐですね。はい、そして、こちら11月9日今日ですね、2時からですね、1時半会場で2時開演、そして4時までとなっています。こちらですね、認知症の私は、記憶より記録、大城克文さんのですね、
講演会がございます。こちらも、入場無料となっております。ぜひともですね、大城勝文さんのですね講演を絶対ためになると思いますのでね、行ってみてください。場所が、パレット市民劇場となっております。よろしくお願いいたします。お電話番号はですね、こちらもありますので、読み上げます。お電話番号メモの準備よろしいでしょうか、098-882-1488 098-882-1484 ですね、もうすぐ始まりますのでね、もう言っといてもいいんじゃないかなと思います。よろしくお願いいたします。そして伊平ビレッジトレイル、伊平島の方ですね、マラソンがございます。この伊平島の自然を感じながら走る、爽快感たまんないんじゃないでしょうか。皆さんね、エントリーしてみてはどうでしょうか。1月27日が、本番ですね。応募期間がですね12月18日までとなっておりますのでね、ただ定員に達し次第、締め切らせてもらいますのでね、早めにエントリーしてください。こちらお電話番号がアウトドアショップネオスのさん、ネオさんからのお電話番号が 098-877-6122 アウトドアショップネオスさんのお電話番号 098-877-6122 となっています。そして伊平屋村役場、こちらの方が 098-046-2800 098-046-2800となっております。またファミリーマート E プラスでもですね、お申し込みエントリーできますのでよろしくお願いいたします。そして沖縄アーミー、こちらガレッジセールのゴリさんがですね監督してるのかな、劇団がございます。1月14日がですね浦添のテダコホールの大ホールで、劇がございます。このポスター見てもですねすごく、これ絶対面白いなっていうの分かりますね。こういう感じです、ね、なのでですね、1月14日テダコホール、2回公演となっております。2時と6時、テダコホールは2時と6時ございます。そして1月21日、こちら宮古島でございます。マティーダ市民劇場。こちら、3時1回のみのですね、公演となっておりますのでね、お間違いなく1月21日、こちら宮古島でマティーダ市民劇場でございます。3時からですね。で、前売りが3500円。当日が4000円。前売りがいいですね。自由席となっております。よろしくお願いいたします。もうね、ガレッジセールからスリムクラブアリンクリンさんとかで、ね、いろんなね具志堅用子さんも出ますね。はい、よろしくお願いいたします。もう告知はこんだけですね。今日早いですね。ではですね、僕の告知としたら、何でしょう、近々はあれあっちどこでしたっけ、アウトレットモールアシビナの方で、ございます。11月の19日、僕たちの出番は2時ぐらいじゃないかなっていう感じなんですけどもね、まあ、いろんなイベントありますのでですね、スーパーカーがね、来ます。フェラーリとかポルシェとかダンブルギーニとかね、すごいのが来ますのでね、ぜひとも遊びに来ながら僕たちのライブもね、聞きに来てはどうでしょうか。そして、僕の、友達でもある大城京太さんが、トークライブを、します。今回はですね、下地勇さんとね、やります。こちらはですね、11月の17日ございますね。場所がですね、桜坂劇場、時間がですね、6時半会場、7時開演ですね。前売りチケットが2500円、当日が3000円。あのね、天下のね、
僕あの手が本当に大好きでね、何枚かねこのハガキのやつね買って持ってるんですけどもね、いや大好きなんですねお修行さん。まあ2ヶ月に1回ね会ったりとかするんですけどね、非常にね面白いしゃべりがトークがすごくね、こんな考え方する人なんだとかすごくねためになりますね。私も言います、イサムさんもですねこの時、17日多分歌うかな、多分歌うと思いますね。ぜひともね、この機会お見逃しなくね。できたらね大塩教授さんもねこちらゲストで呼びたいんですけどもね、いろいろね、忙しい方なのでね、はい、なので、行ってみてください。そして、僕のまた、ライブが11月24日、こちら大阪に行きます。大阪の大正区で風歌さんでございます。そして25日が、神戸に飛びますね。神戸の二来かなえさんで、ございます。そしてまた引き返し大阪に行って、風歌さんでやりますのでね、よろしくお願いいたします。なんとチャージ料無料です。いやこんなことあるって感じですね。自分でチケット買って電車に乗って荷物抱えて無料なのでね、たくさんのね、お客様来てくれたら嬉しいなと思います。まあ、今年もありがとうございましたライブなのでね、感謝の気持ちを込めて歌いに行きますので、たくさんのね、お客様そしてお店にもね感謝を込めてね、歌いに行きますのでよろしくお願いします。まあもうやっぱもう申し訳ないわね、せめて投げ銭させてっていう方はもうそこはもうご自由なのでね、何回投げてもよろしいので、ね、よろしくお願いいたします。じゃあ1曲いけるかな、いけ、まあ1曲いきましょう。下地久保さんの歌でね、今日は締めようと思いますが、ぜひとも聴いてみてください。じゃあおば、聴いてください。どうぞ。Thank you.
はい、こちらだけと耳を考えよう、あっという間に時間でしたでしたが、こちらおばあのですね、また歌詞の意味、来週伝えます。もうこれ意味を知ったらですね、絶対泣きますね。僕も今ちょっとやばいです。なのでね、また来週会いましょう。ありがとうございました。FM 2 79.2